ボルテックスミキサーとは試験管の底部を高速旋回して内容液を攪拌する受験器具である。上向きの電動機に駆動軸の中心からずれた位置にゴム製のワンがついている。試験管の底部をワンの中や円に接触させて高速旋回することで内容液に渦が形成され攪拌が行われる。旋回速度の調節つまみがついているものや、 ワに圧力がかかった時にのみ旋回するものもある。ボルテックスミキサーは生物学の実験室などで利用される。例えば、培養や微生物学の実験で細胞の検索液を調整するのに用いられる。また、生化学や分析化学においては、定量用子薬の混合や飼料の均一な培賛のために用いられる。クラフト兄弟が実験器具メーカーのサイエンティフィック。 インダストリー社在籍中に開発した。1959年4月6日に、米国で特許申請され、1962年10月30日、米国特許番号306万1280として認可された。特許に基づくオリジナル版は、サイエンティフィックインダストリー社によって制作が行われた。なお、機械を用いずとも、 類似の下流を手で発生させることは可能である。試験管の下方を指で前後に叩けばよい。この方法は時間がかかり、攪拌も不十分になりがちだが、ボルテックスミキサーがない場合や、機械では損傷しかねない、繊細な資料を操作する場合に適している。ただし、腐食性の物質をこの方法で攪拌するのは避けた方がよい。 愛用性の液体同士の混合を早める程度の作業に適応するのが適当である。ありがとうございます。